埼玉県川越市にある廃線跡、正式な廃止から4年経った今でもその線路の跡が生々しく残っています。今回は50年以上にもわたって休止されてきたこの幻の鉄道、西武アヒナ線の複雑な歴史に迫っていきましょう。さあ、やってきたのはこちら、西武新宿線の列車に乗車をして、本川越駅終点の一つ手前、南大塚駅で下車。こちら埼玉県の川越市です。まあ一見するとね、この駅もどこにでもありそうな普通の駅ですが、この南大塚駅こそ今回巡る西武アヒナ線の起点駅、始発駅として機能していた、そんな駅なんですね。実はこの南大塚駅の開業も相当古くて、当時1897年、もう120年以上も前、この駅は川越鉄道の駅として開業しました。当初の川越鉄道は現在の西武新宿線の前身にあたり、本川越からこの駅を経由して東村山、そして国分寺の方まで線路を伸ばしたんですね。そしてその後、1925年、大正14年に開業したのが西武アヒナ線。こちら今所沢方面を見ていただいていますが、右側に不自然にこう用地が確保されているのがわかります。ちょっと空き地っぽくなっていて、これ河川中の感じも明らかに、これ線路2本分ぐらいのスペースがここ横に確保されていることが容易にこれ想像つくかと思います。かつてはこのスペースから西武アヒナ線の列車が出発をして、そして終点のアヒナ駅、現在の入間川の近くまでを結んでいたんですね。1925年に開業、そして約25年後の1949年には電化されたものの、1963年には休止状態になってしまいました。そもそもこのアヒナ線の目的というのが、アヒナ駅の近く入間川で取れる砂利の運搬が目的だったんですね。当時は川で取れる砂利っていうのは建設資材としてよく使用され、そして重宝されていました。当時は関東大震災などもあり、復興による砂利の需要なんかも増えていたんですね。ただその後、砂利採取の規制も強化され、そして1963年にはこのアヒナ線は一旦の休止状態。そしてその休止状態がなんとね、半世紀50年近くにわたって続き、そしてやっと2017年に正式な廃止が決定したんですね。南大塚駅から西武新宿線と西側に向かってこう分岐するように、住宅街の方にこう線路が敷かれていた用地が伸びているんですね。ただ2017年に廃止が決定した後は、設備なんかもかなり撤去されているみたいで、もともとはここにも線路が2本ぐらいこう敷かれていましたが、確か2018年ぐらいのタイミングで線路が撤去、河川中もかなりね残されている区間多かったんですが、かなり撤去されていて、そして残されたこの用地にはもう無造作に草が生い茂っている。これ線路のコンクリートの枕木なんかもこれ正面に見えますね。これもおそらく撤去された後のものでしょうね。このアヒナ線の起点を示す0キロポストもこの近くにね、かつて数年前までは設置されていたみたいなんですが、それも撤去されています。そしてこれ南大塚のね、新宿線のホーム側にあるこれネットがかけられていますが、これおそらく撤去された河川中などがこのコンテナの中に入って、おそらく一時的にここに置かれているんだと思います。西武新宿線の線路から左側に伸びるようにして、このアヒナ線の線路用地が伸びています。今左側に2本のレールがこう重なっているのがお分かりいただけるかと思いますが、ここも2018年ぐらいまでは実はこのレールの上に架線柱がそのままずっと残されていたんですが、これも正式な廃止後、2018年あたりに架線柱ごと撤去されています。休止から60年近く経った今、どれくらい線路が残っているのか、この廃線跡を終点までたどっていきましょう。南大塚駅の近くのこれ道路にはしっかりとね、線路単線ですがレールが2本刻まれていて、そしてここで一旦ね、線路がこれ分断されて、その後はずっとねこう芝生が生い茂っていて、なんか空き地というか公園のようになっていますね。ちょうどたまたまここで撮影をしていたら、この近くの方に話しかけられて、でその方がね、この近くに数十年間住んでいるみたいで、この休止されたアヒナ線の跡地がねずっと残っている関係で、これ線路挟んで東側から西側への行き来がちょっとめんどくさいんだよねみたいな、そんなねお話も聞くことができましたよ。
この分断された線路が休止された1960年ぐらいからもう60年間ぐらい半世紀以上にわたってここに残り続けていると考えると、なんだかねいろいろと考えてしまいますよね。街の風景や建物、そして住む人間はどんどんと時間ごとに変化していくものの、このレールはその姿形を変えることなくずっとここに留まり続けている。なんだか廃線跡にはロマンがありますね。そしてしっかりとこれ西武鉄道株式会社の土地、そういった看板がここに掲げられています。ここ実は後ろ側国道16号線という大きな通りとこのアヒナ線の廃線跡が交差クロスしているんですね。これ線路跡上からコンクリートでこれ塗り固められていて、そしてまた線路が奥の方に続いています。これもかつてはここに河川柱がドーンと存在をしていたんですが、こういった河川柱も撤去、もうすでに更地になってしまっていますね。かつては普通に存在をしていたこの単線の線路もこれ2本のレールが中央にねこれ合わさって重ねられているんでしょうね。数年前まではこの部分にも線路がしっかりと元の線路幅で残されていて、河川柱も残されていました。ただよく見ていただくとこれ手前側赤いね両端の部分、線路がひょこんと顔を出しているの分かるかと思いますが、国道側の線路に関しては当時の線路幅そのままでレールを残しているんでしょうね。さあ国道よりもちょっと奥側に来てみました。こっち側はねどうやら草木が生い茂っていますが、ただ線路は元々のまま残されているみたいですね。おそらくこの国道を境に南大塚側がもう線路がまとめられてしまっていますが、こちら側から先は線路の幅そのままで残されています。でもすごいな、もう草木が生い茂っていて、一見するとこれ鉄道柵がなかったら廃線跡ってわからないぐらいにはなってしまっています。河川柱ももちろんありません。アヒナ線の線路は先ほどの南大塚、そして国道16号線を渡ると、そこから先入間川の手前あたりまでずっともう綺麗にまっすぐ伸びているんですね。ちなみにこの西武アヒナ線の由来、アヒナというのは安い、比較、そして奈良のなという文字が使用されているわけなんですが、これは川越市の地名から来ています。読み方がね2種類あるという説があって、西武線の場合は西武アヒナ線アヒナ駅アヒナと読まれるんですが、ただこの近くにあるアイナ親水公園とかの場合はアイナと読みますし、地名もアイナと読むみたいですね。さあ入間川の近くまで北上してきましたが、周囲にはこれ雑木林、この西武鉄道の土地を表す立ち入り禁止の看板がなければここ廃線跡だってのはね一見するとわからないぐらい、それぐらいね木々が無造作に生い茂っています。ただどうやらこれよく見ていただくと単線のこれ橋になっているんですね。横相当ミニサイズではありますが、これ主桁の部分まだ当時のものがしっかりと残されています。休止された1960年当時は先ほどの国道とクロスする部分を除いてほとんど全てが第4種踏切、警報器も遮断機もない踏切が全線において設置をされていたみたいです。さあ相当これ入間川の近くまで来ました。もともとこの辺りにアヒナ駅が設置されていた辺りですが、ちょうど入間川の横はこんな感じで遊歩道を見たく整備されていて、ちょうど左側の入間川を挟んだ反対側がアイナ親水公園なんかがあるあたりですね。ここら辺はどうやら西武建材の工場があるみたいで、頻繁にねおそらく砂利を輸送するトラックなんかが行き来している。道路も全然舗装されていなくて荒れ果てている様子でした。モトクロスのレースなんかもここら辺で行われているみたいなんですね。そしてこの荒れ果てた大地の中からひょっこりと顔を出すこれ2本のレール、いやこれはね感動的でしたね。ここにまだアヒナ線のレールが残されているんですね。奥にも線路が何本か見受けられて、ちょうどこの辺り川を挟んでアイナ親水公園の反対側あたりにアヒナ駅が設置されていたみたいですね。これもなんだか木々が生い茂っていて、あのトトロが出てきそうなねそんな森が生い茂っている中、これ廃線のレールがひょっこりと顔を出して、そんで顔を出したと思ったらまた木々の間に消えていくんですね。戦後朝鮮戦争が勃発した時も在日米軍の物資の貯蔵用の用地を確保するためにこの場所から大量の砂利が輸送されたみたいですね。
終点ということもあって、この辺りで線路が2本に分岐していたんでしょうね。分岐した線路両方ともがしっかりとこれ現在でも残っています。おそらくなんですが、ここも正式な廃止が決定する2017年よりも前、2010年代には河川柱なんかもここ愛南駅付近には残っていたみたいなんですよね。ただ僕がこれ2021年の5月時点で訪れた際にはもう河川柱らしきものも見当たりませんでしたね。おそらく安全上撤去されたものかと思います。というわけで今回は西武愛南線の廃線跡地を巡ってみました。川越市なので首都圏からも行きやすいと思います。皆さんも機会があればぜひ訪れてみてください。ありがとうございました。